日本東京都足立区綾瀬綾瀬は、東京都足立区の町名。住居表示実施済みであり、綾瀬1丁目から7丁目までが設置されている。郵便番号は12005。東京都東部を南流する綾瀬川の東側、道区南部を東西に横切る東京メトロ千代田線、JR 常磐線綾瀬駅周辺に位置する。足立区東南部にあたり、北で下 東で谷中、東、綾瀬、葛飾区西亀あり、南で、葛飾区、堀切、小菅、西は綾瀬川を挟んで青い、高道、西綾瀬に隣接する。町域内の大半は JR 常磐線高架路線の北側に南北に、細長い形で広がっているが、1、2丁目のみは、路線南側に互いに分断された形で、 葛飾区に食い込むような形で広がっている。JR 東京地下鉄綾瀬駅には駅前広場はないが、高架強化にバスターミナルが設置され、近隣におけるバス路線網の拠点となっている。駅前には複合商業施設や商店街が並ぶ。綾瀬は戦後比較的早くに土地区画整理事業が進められ、大通りを中心に直線的な道路が整備されている。 町域内には公園も多く、北部には広大な都立東綾瀬公園が広がり、敷地内にはアスレチック施設や小川が置かれ、子どもたちの遊び場としてだけでなく、水と緑の憩いの空間を与えている。東京武道館は各種武道、スポーツの試合や成人式等のイベントに利用されている。綾瀬は概ね三つの範囲に分けられる。一つ目は、 町域南西部の綾瀬一丁目である。綾瀬一丁目は西端を綾瀬川と接し、東端は現在の足立区、葛飾区境のコミュニティ道路に沿って南へと広がる。南端は小隅田川で、葛飾区小菅と隠され、北端は常磐線をもって、他の綾瀬地区とは隠されており、綾瀬駅西口と接する。綾瀬川には、伊藤谷橋が架かかり西綾瀬と連絡されている。 ここは、かつての綾瀬村大技伊藤谷に相当し、現在ではあまり馴染みがないものの、この地域固有の古い小技が残されている。二つ目は、町域東部の二山五丁目である。この部分はかつて、東淵江村大技普賢寺に属しており、近隣でも特に古い歴史を持つ地域である。綾瀬二丁目は、上磐線の南側に位置し、東、南、 西の三型を葛飾区に囲まれ、小隅田川の急流路で隠されている。この小隅田川は現在ほとんどが掛け蓋で覆われ、一部は浸水水路として整備されている。綾瀬山頂目上番線北側にあり、綾瀬駅東口と接する。駅前は大型の複合商業施設や商店街が広がり、JR 上磐線高架強化には多くの商店が並ぶ。 これらの大型商業施設、中小商店は共存共栄の活力ある街づくりを目指し、それに成功していると言えよう。駅のすぐ脇から北に伸びる東綾瀬公園沿いに進めば東京武道館が立ち、スポーツレクリエーションの拠点となっている。また日中は人通りもあり、活況を呈しているが、夜間帯は警報班の多発など治安面で注意を要するケースも目立つ。 三つ目は、長域西、北部の綾瀬四、六、七丁目である。この部分は、かつての綾瀬村を大技五平にあたり、綾瀬村の中心地であった。生端を綾瀬川で、西綾瀬、青いと隠されているが、これらはもともとは、同じ五平神殿であったものが、綾瀬川の改作によって分断されたものである。綾瀬川沿岸には、中小の工場が立ち並び、 綾瀬川を物流水運の拠点として創業している。抗義の綾瀬にあたる綾瀬地域は、現在の綾瀬1丁目から綾瀬7丁目を含む、周辺、かつての東京府南足立郡綾瀬村に相当する。旧綾瀬村の領域は、現在の綾瀬をはじめ、青井、高堂、西綾瀬、足立の全部あるいは一部がそれにあたっていた。住宅地の地下は、 2019年1月1日の工事地下によれば、綾瀬一の32の3の地点で66万5千円平方メートルとなっている。1867年3月には、近藤勇他新選組大使らが、五平神殿の金苔に滞在していたことがある。足立区の登録有形文化財となっている金苔文書によると、新選組の綾瀬滞在期間は、 1867年3月13日から4月1日までの20日間。人数は当初48人から徐々に増え、最終的には234人に達し、金子や他、金子家と近くの観音寺に分縮していた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。ありがとうございます。